参議院選挙で第一党に返り咲いた自民党は、議院運営委員会の理事会で新しい参議院議長を自民党から出すことを提案しました。自民党からの議長選出が決まれば6年ぶりのことになります。自民党の最大派閥町村派が山崎氏を推す方針を固めているほか、額賀派や岸田派も山崎氏の議長就任に同意する方向です。また自民党の新たな参院議員会長には溝手健生参院幹事長が、30日に告示される会長選挙の結果選出される見通しです。溝手氏の後任の幹事長には脇正氏参院国対委員長の名前が挙がっています。